NPO 法人ヒーローズの林俊之です。ラグビーの普及発展、将来世代育成を目的に活動しています。この度6月にラグビーウェールズ代表が来日します。日本代表とテストマッチを行います。日本では2019年にラグビーワールドカップが開催されます。我々はこのワールドカップを盛り上げていきたいと思ってます。この活動の一環として、ウェールズの来日を記念し、ウェールズがやってくるレッドレッドレッドと題したイベントを開催いたします。イベントでウェールズの来日を歓迎するとともに、日本代表を応援し、ラグビーを盛り上げていきたいと思ってます。私はラグビーの体験を通して浸り切ること、そして湧き上がるような感動をさせてもらいました。この素晴らしいラグビーを広めていきたいなと思ってます。どうぞこのイベントを応援してください。それとともに NPO ヒーローズの応援よろしくお願いいたします。